行こう。また今年も僕たちはいとこ部屋で過ごそうよ。テレビを見たりトランプをしたりして遊ぼう。エリカさんの部屋用意があるそうだから、シャノン案内してあげて。まだ結構です。私はもう少しここでのんびりすることにします。余韻を楽しみたいので。何の余韻だよ。何か？たまにいるんだよ、魔法を信じない毒素の塊みたいな人間が。私のクラスにもお前みたいな男子がいくらでもいるよ。魔女も魔法も奇跡も幸せも何も信じない、そんな程度の奴らの毒素に焼かれて灰になっちゃうようじゃ魔女になんかはなれないね。マリアはこう見えてもベアトリーチェの弟子、原初の魔女見習いなんだから。悪くないです。おやすみなさいミスマリオ。次はもっと手応えのあるゲームで戦いましょう。そうだね、そうしようね、約束しよう。マリアもよせって。行こう行こう。シャノンちゃんもどう？よかったら一緒にトランプ。ほんの一戦でもいいから付き合ってくれよ、役払いになるぜ。じゃあちょっとだけ。お待たせしました。お風呂に入っておりまして。おや、皆様方は？入れ替わりですね。ついさっき2階へ上がりました。あなたを呼んだのは私です。何でも悪敷島の話や森の魔女の話などにも詳しいとか。ええー、まあたわいもない話ですが。たわいなくて大いに結構です。湯上がりに一杯いかがで？私もたまにはサービスくらいしますので。